はい、SF です。だいぶ涼しくなりましたな。あのね、仕事がね、ついに出勤調整が入ったっていうかさ、仕事に出勤調整になりましたね。まあ生産が落ち込んどるっていうことですけどただね、今の会社以外でも別に出勤の調整ってあったもんでね、別にさ、それが今すぐにね大変なことになっとるっていうわけではないんですけども、あれ、この前仕事のさ時給上げろ作戦とかなんか割と言ってなかったっけっていう話をしたね、紐をす立たずにね出勤調整になるっていうね。うん、でさ、今おる場所の不遇さはね、こう働いとって今おる職場の、まあ、労働環境がは悪くないけどね、その何て言うかな、働いとることへの不遇さとかはね、またおいおい話してきますけど、またシリーズでね。うん、でさ、そういうことかな心の悩みでね、悩みって言っても何かがこう項目として悩みっていう風にあるわけじゃなくて、漠然としてね、いろんなことがこう負担としてあってね、ちょっと仮眠寝すぎるっていうのを過眠症っていうか分からんけどさ、過眠症っていうのか、寝すぎだね。でも寝とるのをこうさ、すやすや眠っとるわけじゃなくて、心が沈んどる分だけ横になっとるっていうことなんですけども、過眠症だね、寝すぎだね。うん、でずっと寝とったから、ちょっとね、自分の心の軌道アップっていうかさ、起き上がるまでのこの何かそのウォームアップ的なものでね、この動画を回すってことをやりますけども、ちょうどいいっていうかね、この動画が自分の精神状態をね、整えるのに僕にとってはちょうどいいっていうかさ。でね、もう心が折れるっていう時にたまにやっぱりね、動画をここまでね、意味のない動画ですけども、僕の YouTube 動画は全くね、見とる視聴者の方の皆さんにはね、メリットはない動画ですけども、ここまで継続してね、自分が動画活動をしてきたっていう意味があったからこそ、こうコメントがもらった時にね、自分で返事を書けるっていうところがさ、まあ俺変にコメント書き返してる時も俺のコメントはね、大した内容ではないですけども、自分がこう活動を止めた時点でさ、コメントをもらっても書き返すことはないやろうからね、動画を継続して
ここまで続けられたからこそさ、あのもらったコメントに意味があるし、コメントに対してね、あの自分の意見が書き返せるなとか思ってね、そういうのを思うね。で、動画をね、失業とともにね、ある日を境に YouTube っていうものを開始しとるわけやけども、俺はまあ開始からね、まあ正確にはあのちゃんとした1年じゃないけど、もう1年になるのよ、1年に経とうとしとるのよね、 YouTube 動画活動開始 B から。でさ、今の出勤調整の仕事でもね、あのギリギリ食いつないできたなっていう、その振り返ることもなかったっていうかさ、あの YouTube やっとるからこそ、あ1年ぐらいになるなっていうのをこう振り返れたっていうかさ、あの日記としてつけとるでね、日々の生活のに追われてさ、日常が当たり前になっちゃってさ、考えもしんかったなっていうか、動画をこう日々つけとるからこそね、あの開始日から振り返れるでね、現状を。俺の今の仕事の状況はね、本当に最低賃金に深夜残業手当がくっついたようなね、時給で働いとるだけなんよね。でもその時は俺はいいと思ったんよ。このコロナの状況でも仕事がないわけじゃないから、働いとればね、最悪死ぬことはないやろっていうさ、まあそら働いとってし、餓死するってことはないと思うで、いくら稼ぎが悪くてもね、まあそういう体で働いてきたわけやけど、まあ、ちょうどこの約この1年ぐらいがこう今目処にさ、こう振り返れるでね、この俺の動画で自分で日々の動画を振り返れると、その実質最低賃金で働いとる時給で1年を経過してね、超低空飛行で上昇なしでここまで来ただけっていうかさ、だからその無職で あるっていう危険性はないんやけども、長期で見れば俺は危険なのよ。最低価格でさ、人件費ここまでね、1年でそれ今後も長くそれをやればさ、最低価格でずっと働き続けることへの危険性っていうのをね、感じるっていうかね、今思うとね。でさ、会社とかさ、そこに働いとる今、まあ、従業員って言っても今は雇用契約がいろいろあるでね、まあ、働いとる人数やね、全員がさ、なんていうかな、給料面がいいとは限らないから、働いとる労働者の人数やね。で会社の事業規模やね、会社の大きさやったり、敷地面積やったり、設備機器の量やったり、んで稼働しとるこうに日にちの生産やね、生産日の生産台数とかさ、とかさ、車の数とかさ、扱っとる車用車の数とかさ、でこう逆算するのよ、大まかでもいいで。日の生産台数やね、製品作っとるんやったらどれくらいの量を作っとるか、で労働者がどれくらいおるか、で使う設備の量やね、どれくらいの投資金額しとるかって言って、こう大まかにさ見て、なんか
こう算出方法があると思うよ。その数字としてはなく公表されてなくてもね。そうすると俺の場合は労働者の人数はね結構おるけど、おそらく逆最低価格で据え置きになっとるな。うん、なんとなく見えてくるっていうかね、働いとると、その労働者をどういう目線でね働かせとるかっていうのが見えてくるっていうか、まあそんなの逆算心でも働いとればね、あの肌で感じて見えてくるところあると思うけど、だから俺の今おる職場は人間を最低価格で据え置いとる節があるね。うん、ちょっとねドアを閉めますわ。多分近所の人だなこれ。ちょっと待ってね、テレビ電話ぐらいな勢いじゃないとね、こう YouTube を動画で上げとるっていうのをね、聞かれるだけでもね、あの生活に支障がきたしますから、まあ、近所にね動画撮影がバレんようにはしたいと思ってますけども、まあいやそれはいいとして、単純に多分あの労働者はコストになっとるね。だからこそさ、あの働いとるとさ、働いとればね、俺は働いとるんだっていう、その慢心しちゃうっていうかさ、自分がそれに、俺は働いとるで立派やんかっていう風に自分でさ、これでいいんやっていう線引きをしかねんっていうかよ、常に今置かれとる状況に対して、 俺自身のところに一箇所だけやけどね、俺が今ある状況はどうかと、今の状況は自問自答してね、もっと上を見るべきではないのかっていうふうにさ、こう1年やったでね、うん、でとりあえず俺はさ、まあ、そういうふうで伸びしろがないっていうのが見えとるっていうのと、給料が上がってくっていうわけじゃないでね、そういう節があるから、今の現状でずっとね仕事をそこに場におるっていうのはね、危険性が高いっていうのをね思うんで、とりあえずまあ、次行くところっていうのが見つかっとるわけではないけど、それを念頭にね、最低価格やから、俺自身が、俺に言うけど、最低時給でさ、これ以上悪くない、最低っていうことは今のそこの値段でさ、最低価格で俺は働いとるわけよ。人件費のコストの。だから他へ移っても多分給料の上昇はすると思うんやね。最低価格で働いとるから。だから今の状況が働けるからそれでいいっていうのは、俺の中では俺自身が不遇やね。うん。やけども、こう、ちょっと全体的にね、やるべきことって、の項目的にもうやめた、無職になろよっていうのはちょっと俺自身でも危険やから、今もうすぐさ、今秋に入りましたけど、冬でさ、この車が車検でね、廃止にな、廃止にはならんけども、頭がバグってやがる、廃車になるからね、車検と同時にこの車が。だから車選びをまずしなあかんから、俺の地域ってね、車なしでは生活できん土地なのよ。
あのスーパーもね本当に10キロぐらい遠いし近くの。んでさ、雪が降るでしょ冬は。んでさ車が ないでそのさ歩いて行くわなんて言って雪山の中車なしで生活したら路上で冷たくなって倒れとるみたいなぐらい偏僻な場所に、あの田舎の方はね あるんだけども、家がだから雪が降る土地ってのと車が必須っていうこととね、うん、だから車選びを先にして、んで車にスタッドレスを履かして、で車を準備する、うん、で結局さそこまでは多分うまくいくわ。さ当たり前やろっていう、買い物するぐらいさ誰でもできるわって話やけど、あと保険料の乗り換えか、車の契約の保険の乗り換えやね。それが済んだ時点でさあとりあえず給料の上がるところへ転職やな。結局冬に車検切れで車の購入が待っとるんやけど、車の出費お金はねなんとか多分かき集めてでも多分車代ぐらいは多分出せるんやけども、その車代をねペイできる状況じゃねえわ。うん、車に対しての投資金額をずっと引きずるっていうことになるのよね。そのお金はお金かき集めて出せるような気がするけど、まあ、高い車ではないけどね、まあ、多少まあ綺麗な車くらい乗りたいよ乗らしてくれよっていうかさ、まあ視聴者の方からしたらさ、お前貧乏のくせにいい車乗るとか言ってんじゃねえとかって思うかもしれんけどね、うん、確かにおっしゃる通りやけど、3万円で中古車で引っ張ってこいよっていうさ、それをさ壊れずに2年間乗った時のコストパフォーマンス高いぞっていうのはね、まあ、十分承知の上でね、3万円で中古車探してこいやっていうのが俺に合っとると思うけど、まあ、そこはね車を選ぶ権利ぐらいは僕にも一応ありますから。ただ車を購入したと同時にね、その投資金額を回収できませんから、今の職場じゃね、自分に俺はさ今あるこれでいいっていうのは自分で危険やと思っとるでね、今ある状況は働いとるでそれでいいとかさ、それは俺のために判断がなっとらんっていうかね、最低価格やったらもう失敗してもね、そうそうさらに下に下がるってことは無職を続けとるっていう状況をしん限りはないと思うから、挑戦すべきっていうかね、俺がこれでいいんやなんてことはないわけよ。で言うだけ上を見てくれよっていうかさ、俺自身が今ある状況よりも常に成長してくれるっていう方向にね、進もうとね、よっぽど好条件で働いとるんやったら軽い判断で動くべきじゃないっていうところもやろうけど、俺の場合は動くべきし動かんことの方がリスクがあるっていうことでね、自分へのね戒め道具としてねこの動画を残したいと思います。 SF でした。